どうも陶芸家の青木亮太です今回はね伝説の陶芸家シリーズ伝説の陶芸家って誰知ってます結構みんな知らない人がいっぱい出てくると思うんですけどまあ歴史上すごい陶芸家さんがいっぱいいたので簡単にこれから説明していきたいと思います歴史上にねいっぱいいるんだよね ちょっと今バーッと名前言うけどこれ知ってるって言ったらちょっとなんかもう手挙げといてください小池領司加藤徳郎ルーシーリー法師堂勇北王子の三次内田光一長澤節子女性は上中と穴山大輔アーノルドアンネンバーナードリーチ岡部峰尾ハンスコバー荒川豊臣エディスヒース黒田太蔵安藤正サ富田美希子西田純海外パブロバスマどれだけ知ってる人がいますかね もしかして今陶芸やってる若い子たち20代30代の子たちは意外と知らないかもしれないので、まあ、今回はねその「伝説の陶芸家」シリーズ Vol.0 ということでまあ目次ですねちょっともう代表たる先輩方パイセン方をちょっと今後紹介していきます。 じゃあ、まず、ザクッと言ってきますん。この順番は、私が影響を受けた陶芸家と思ってください。このそういう順番に、今回書きました。年齢とかその生まれとかは、全然まあバラバラになっちゃうんだけど、この小池良二焙煎、小池良二焙煎。一九三十年生まれで、今、82歳。知らない人はいないぐらいの陶芸家です。要に、加藤東九郎、これは、このもう一個世代前の東九郎先生、陶芸家、スーパー陶芸家。 もうここら辺はもうだいたいスーパーサイヤ人陶芸家で自分読んでるんですけど東黒は1897から1985年で88歳で亡くなりましたで次ルーシー・リーパイセンルーシー・リーパイセンは1902年だから今が大体たい120年前ぐらいにお生まれになって1995年93歳でお亡くなりになりました次ホウシド・イサム・パイセンホウシド・イサムさんはあの自分が陶芸を始めるきっかけになった陶芸家の伝説の人です まあ一番有名な次、北王子ロサンジンって方がおられるんですけど、まあ基本的に死んでる人はちょっと呼び捨てになっちゃいます。生きてるこの内田光一、マジぶっ殺されるから、内田光一パイセン、北王子ロサンジンさん。 1883年1959年76歳で亡くなりましたこの人はねもうあのー、ざっくり言うとあの書道でもプロフェッショナルだし陶芸でもプロフェッショナルさらに料理でもプロフェッショナル日本料理の第一人者と言われる方です北大路のお三人結構一番この中じゃ有名かもしんないねで次内田光一パイセンこれ自分のスーパースター自分が尊敬する人1969年51歳結構。 いい年になれましたね。またお会いしたいです。で次、長澤節子さん。パリに在住で、もう40年、50年ぐらいパリに住んでますね。今、79歳になります。で次、ジョサイヤ・ウェッジュッド。ウェッジュッドっていう食器メーカーで聞いたことある白くてさ、絵付けとかしてあったり、青い器だったり。このジョサイヤ・ウェッジュウッド、デザイナーじゃんと思うかもしれないけど、実は陶芸家なの。 でこの中で一番古い陶芸家、1730年から1795年相当産業革命の時の陶芸家さんです。65歳という若さで亡くなってますで。次、穴山大輔。穴山大輔は一緒に勢いをやっている瀬戸で一番勢いのある陶芸家です。 今今歳アアーノルド・ンンネンさんん彼はスイスイに今住んでますもう自分より100億倍ろくろんが上手でろくろんピューってめちゃくちゃ薄くてむっちゃ綺麗な時期の作品作る人で自分の作品で「アンネン皿」っていうのがあるんだけどアンネンさんの家でまあご飯食べさせてもらった時に、まあ、思い出の皿として作ったのが「アンネン皿」です。でちょっと時代が錯誤するけどバーナド・リーチこれも陶芸界ではすごく重要なキーパンソーの人物です。次、岡部ミネオ このミネ夫はね加藤徳郎岡部ミネ夫これ親子関係で名前が違うこれもまた説明します1919年から1990年71歳でお亡くなりになりました次ハンス・コパーハンス・コパーはねまあねこれもまたいろんな人に影響を受けてるねアダム・シルバーマンとかハンス・コパーっぽいじゃんもうこ,ここの気づいた第一人者1920年から1981年で、まあ、61歳で亡くなりましたでハンス・コパーーとルーシーリーは 三密な関係にあったと思われますちょっと書物に詳しく載ってないんですけどで次に荒川 T 像荒川豊造先生は1894年今が100年前に生まれた人でで荒川豊造とこの加藤藤藤郎ほぼ同じ世代でで2人とも同じような作品桃山と特に美濃のこの人たちは死の木瀬戸黒織部瀬戸黒みたいなを作ってる。 どうも中はねよくなかったらしいなぜかというと加藤藤藤九郎の方がもう才能がありすぎてた、まあ、この時代で一番才能あったこの人だか,だからちょっと多分嫉妬してたんじゃないかなとまあ文献を読むと思われます。この人はミノの人ですねで次エディス・ヒース分かりますかエディス・ヒースアメリカの人なんですよ。 ヒースセラミックって聞いたことありますかこう結構分厚めのマグカップとかお皿とかアメリカではねカフェとかレストランすごいよく使われるヒースセラミックビームスとかでも売られてるのかなそれを作った基礎の人ヒースで次この人はもう亡くなってます出ました黒田泰造先生これはもう時代の長者ですもうすごい人白地でピーって薄い次安藤正信先生 これはあの地元一緒で田島でやられてるこの人はね結構作品もそうだしなんか新しい文化を作った人ですね今六十三歳ですで次富田美紀子さんこれ多分今意外と知られてないんですけどこれ一回結婚してからちょっと作刀時間がなくなったで。 一瞬陶芸から消えちゃったんですけど今もすごく頑張られてるすごい絵付けがすごい華やかな作家さんですで西田潤これこそ多分一番知られてないんじゃないかな西田潤純,純君は自分と同い年で自分の唯一のライバルでした1977 27年年に生まれて2005歳であることで亡くなっちゃいますで最後に今は今現存する作家で海外パブロバスマこれもフィリピンとかタイの陶芸家とか 各国にその代表する陶芸家がいっぱいいて、それみんな友達なんですけど、そういう人たちのこともまこれから紹介していきたいと思います。今まあざっくり紹介させてもらったんですけど、ま陶芸家の、伝説の陶芸家の歴史を自分なりの考えでこれからお伝えしていきたいと思います。では皆さんお楽しみに。タオツータオツありがとうございました。